皆さんこんにちはピークフィンガー役のマクラマノミですよろしくお願いしますようこそおいでくださいましたいやいいんでしょうか、えー、私でい,いいんです <laughs> 喜んでますよあーよかったです絶対だって聞きたいもんそうねあのー、まあ アフレコ現場でもね、うん、会うことすれ違うことはありましたけど、はい、やっぱり今はねその感染症対策的にも、うん、死後っていうのがなかなかねないですし、うん、ほぼできないからね、うん、まあ距離もあるんで、うん、あれなんですけどいやずっとね話聞きたくてそうね。そううん ピーク実はね一足先にマーレ側のキャラクターとしてはファイナルシーズンの前、はい、シーズン3の最後の方にねシャリキとして1回だけ。そうなんです 今だから初めてねいろいろお聞きするわけですけど「ピークフィンガー」っていうねなんか僕たちはなんか結構フルネームで覚えてるところんですけど俺ねなんかあんま全然聞きなみじみなかったから初めて聞いた、ね、のねさっき打ち合わせの時にも沼倉さんがおっしゃってましたけど他のキャラクターってその上官たちには名字で呼ばれてたりねガビだったらブラウンとか呼ばれてたりする るんですけど、ピークだけはピークって言われているみたいな。マガトさんがピークってよくそう抑心があるんですけど、言われてみればそうだな。フィンガーって誰も呼ばないもん。そうですね。聞いてないですね。ピークか車力しか言われないもんね。そうだね。そう考えるとだから全然呼び慣れない。私もシックに来てないかもしれない。ちょっと新鮮だったよね。ねも本当にあの。 その一回目に、そのシャリキとして呼ばれた時に、その役目とか知らずに、まあ進撃の巨人。のあの出演ですって言われて、あら、えって思って。あの、これ、うち聞いていいかわかんないですけど。オーディションではなく。違ったんです。そうなん。そう、だから余計に、まさかこの後も出番があるような役だと思ってなく。最初。役目を知らずに受けた。そう、そう、 の巨人てて書いありましどういうことだろうって思ってで原作を実はこそ結構なんだろうオーディションだったら一回自分のやってみたものを聞いていただいてのことなのでこれでいいのかなっていうのがあっていけるんですけど何もなんだろうどうなんだろうどうなんだろうって思いながら。あの このファイナルシーズンが始まって参加してだったのでめ、はいうんうん、めちゃ結構こう、ね、なんだろうプレッシャーもありましたしそ,そうですよいやすごい難しいキャラクターだよなって俺思ってて、うんうん、なんだろうすごいなんかこうクールかと思いきや結構なんだろうな冗談めいたことを言ったりもするし、うんうん、そこがすごく難しいかつあのすごい鋭いじゃない勘が。うんうん